はい、皆さんこんばんは。時刻は夜7時、ちょうど今1分となったところです。ジョイン・ズルハスさん始まりましたということで、今日は2021年2月15日の月曜日でございます。今日はですね、冒頭吉田さん、後ほど途中から、参加という流れになっておりますんで、今日はですね、先んじて、進めさせていただきますが、今日はですね、下関から発信する社会課題発見型ライブトーク番組、ジョイン・ゼロハシさん。各方面から活躍する方々をゲストに迎え、そのパーソナリティを掘り下げながら課題を見つけていくということで、今日のテーマは先にご紹介いたします。地域から考える食、教育、環境ということで、素敵なゲスト、下関調布商店街の皆さん、話題の彼でございます。今日のゲストはですね、42回目となりましたが、フェイブスクール、学習塾の代表で、アクセルエデュケーション合同会社の代表であります、岡住武郎さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。岡住さんはですね、もうかれこれ2017年からの付き合いですので、もうあっという間にね、もう4年経つ、4年が間もなく経とうとしていますが、ポイント的な部分で言うとですね、塾に通わずして、早慶上智の7学部に現役合格というところで、なかなか、ハイスペックな方なんですが、まあ私が言うよりご本人から自己紹介していただいた方がいいかなと思いますので、改めてでは、岡住さんから自己紹介お願いいたします。はい。岡住武郎です。フェイブスクールという学習塾を調布でやっています。で、そこでは、一般的な学習塾と違って、一人一人が主体的に学んだり、自分で考えて学ぶっていうようなことをテーマに勉強しています。あとは、まあ、学校のいわゆる5科目とかだけではなくて、社会について勉強するような時事ニュースを扱ったり、環境問題や政治をテーマにした授業やディスカッション、あとそれで作文を書いたりといった、形で学校ではできないような勉強をするっていうところをテーマにして塾をしています。はい、ありがとうございます。ちょうど吉田さんが入ってくるんですが、ちょっと先に聞きたいんですけどね、はい、時事問題を扱う塾って具体的にどういうふうなやり方でそういうのを教える、そうですね、基本は新聞であったりニュースをみんなに配布して、うん、それを読むっていうところと、あとは特に日本のニュースというよりは海外のニュースであったりとか、うん、海外のメディア、YouTube 上に上がっているいろんな海外のニュースとかをみんなで見て、それについて検討するっていうような授業をしています。なるほど。ちょうど今ニュースということで、今ですね、吉田さん入られました。下関を代表する連続起業家であり、ベンチャー経営者の吉田悟です。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。ゲスト紹介途中ですが、ちょっと、吉田さん、今日日経平均がついに3万円超えましたが、うん、どうですか？まあ、あれはもう日銀と年金で作ってる相場ですからね。今、いつだったかな、先週ぐらいの時点で僕調べたんですけど、13%、時価総額の 13% を日銀と年金運用の GRIF ですかね、が持ってますからね。だから、完成相場というかね、日銀相場というやつで、で、まさに今日僕は、たまたまヤフーニュースを開いた瞬間に、上の行が日経平均30年ぶりの3万円突破で、で、下の行が、2020年度、GDP 何年かぶりのマイナスっていう記事だったんですよ。で、これちょうど僕から写真撮って両方こう貼り付けてみて、この矛盾っていうね、感じなんで、このね、日経平均はまあ、どうだろう、日銀も後に引けないだろうから、政府も後に引けないし、選挙まではぐいぐいとお金をすり続けて、相場を、見せかけの相場を上げ続けていくんでしょうけど、本質的じゃないですよね。そうですね。だから注意が必要な気はしますけどね。という時事問題を岡住さんの塾では扱ってるという感じですか？経済のニュースも扱うんですけど、それよりも環境問題だとか、うん、より長期的な視点で、まあ、経済は波があるので、うん、そこにとらわれず、もっと長い目で影響を与えるものについて、うん、まあ、相場はね、日々入れ替わるので、うん、それよりももっとインパクトを与える、例えばキャッシュレスがどうなるかとか、うん、お金ってそもそも昔はどうだったかとか、そういう長い目線で何かについて考えるような、うん、なので一つのニュース、一つのテーマでも何回かいくつかの記事を扱う中で、その、うん、全体像であったりっていうのをいろんな角度から見ていくっていうようなことを考えてやっています。
なるほどね、はい、自己紹介に絡めてというところで私ちょっと質問したいんですが、現役でね早慶上智七学部って僕は純粋にすごいと思うんですけれども、どうやったらそういうふうなその勉強法というか、なぜそのような離れ技ができたのかっていうことをご自身で振り返って自己分析してどうですか？はい。ですね。3年ぐらい前までは自分の勉強の仕方がすごく正しかったからいけたと思ってたんですよ。うん。それは具体的に言うと、過去問を解いて何が自分に足りないかをちゃんと分析して、それで全部予定をカレンダーに書き込んで、うん、やったことやれなかったことを全部チェックして、トゥードゥーリストを作って、うん、半年1年でスケジュールを組んで、うん、一切の妥協を許さず、機械的に1日12時間勉強続けたっていう。はぁ。で、もともとはそれが一番の要因だったかなとは思っていたんですけども、うん、でも3年間塾でいろんな生徒に教える中で、うん、実はその勉強法以外の部分で自分は環境的に恵まれていたなっていうふうに感じることが増えて、うん、具体的に言うと栄養だとか、うん、食生活だとか、うん、睡眠だとか、うん、当時はまあガラケーだったんですけど携帯にまだ依存してなかったとか、うん、そういった環境であったり体内の食であったりとか、うん、そうしたものがもしかして、うん、自分がそれだけこう頑張れた背景にあったんじゃないかなっていうのを、うん、最近勉強するに従って思うようになってきて、はあ、昔は自分の勉強法こそが素晴らしいと思ったんですけど、ちょっとこの3年で、うん、考え方がすごく変わってきました。ああ。それなんかきっかけみたいなのがあったんですか？やっぱり塾でいろんな生徒さんを教える中で、うん、同じ教え方をして同じ授業をしているはずなのに、成績上がる人上がらない人もいるし、うん、で、やっぱりその傾向とかその一人一人見る中で、うん、まあお家で何食べてるかとかも聞くんですよ。へぇー。あと塾で、買って、飲み物買ってくるじゃないですか。うん。その子が飲んでるものとかもすごい見てるんですよ、僕は。うんうん、うん。この人ゴゴティ2本飲んでるなとか、うんうんうん。この人は水だなとか、うん。お茶だなとか見てるんですけど、見れば見るほど、やっぱり相関があるなっていう。じゃあ、例えば相関で言うと、もっとそういう具体的なことで言うと、飲み物は水がやっぱりいいとか、そんなのやっぱあるんですか？やっぱり糖分たくさん取ってる子はなかなか伸びない。うん、はぁ。で、多分まあ、それはそれだけが悪いわけじゃなくて、その他の食生活にも関係あると思うんですけど、うん。あと、フライドポテト。とか、うん、なんかね、そうそう、そういうことです。唐揚げとか。ああ。なんかやっぱりそういうの食べてるなとか、あとスマホをどうしても言われても机の上に置いちゃう子は、うん。どれだけ教えてもなかなか伸びないなとかっていう。唐揚げ大好きだけど、どうしよう、伸びないな、これ。いや、だから北尾さんは唐揚げ食べてて今それぐらいパフォーマンスあるんだったら、唐揚げ やめたらもっとすごいかもしれない。そういうことだと思います。なるほど、なるほど。はい。うん。吉田さん。はい。いろいろと教育論という形でですね、いろんなゲストをお迎えしておりますけど、うん、今日はですね、実際に塾を経営している方で、かつ、いろんな、まあ、前回ですね、以前か、前々回か、実際に学習塾の経営者っていう形でね、うん。そう、私、今回違った切り口で、地元、山口下関調布商店街で、やってる岡住さんなんですけども、ぜひいろいろと、まさに、聞きたいことがあればっていうところで、いろいろと。そうですね、うん。まあ、うちの場合って、ご存知のように、いわゆるこう義務教育を受けていないので、うん、いわゆるこう勉強とか宿題とかが存在しない世界に置いてるんですよね。うん、だからこうちょっとこう今例えば自分の子が中学校でもうすぐ受験とか、うん、まあ上の子が中学生だと2年生の年になるので、まあ来年は受験ってことになるわけですけど、通常でいくと、うん、でもそこじゃないところに置いてるので、勉強ということに関して言うと、あまり僕は今そんなにそこになんかコミットしてないというか、うん、全くなので、逆にどうだろうな、そのじゃあスマートフォンの、まあ、依存というか、まあ
人間って何かに依存してないと生きていけない、まあ、生き物だと思うので、うん、ただそれがスマホだとなぜダメなのかみたいなところって結構やっぱり親としては、旬なテーマでもあったりするんですよね、うん、まあ実際僕たちもスマホを見てるわけで、僕も例えば今日、福岡に行ったりしながら、まあ、下関と、例えば、ズームで繋いでミーティングをしたりとかですね。まあ、帰りの途中で車を止めて、スラックでやり取りをしたりとか、しながら、もうほとんどスマホの中に仕事があるみたいな状態なわけですよね。うん。だから、もう気がついたらスマホ見てるっていう、そういう状況なわけですね。これも、まあ、依存と言えば、依存と言えるという状況だと思うんですけど、うん、これはなぜ、これは、なんていうのかな、害悪なのかどうかっていうことはちょっと議論してみたいなと思いますね。うん、僕もわかんないから、それは。そのあたり、岡住さんはどうお考えですか？最近読んだ本で、スマホ脳っていう本が出てきたんですけど、これか、これです。うん、私も買いました。これがすごくその辺のことを分かりやすく書いてくれていて、人間の脳は結局二次元のものだとかスマホを見ているときに最大限活性化しないというか、ある種それが欲望とか短期的な欲望に訴えかけて、脳をハックしてしまうというか、それで本来持つべき集中力だとか失われたり、あと、ブルーライトによって結局、睡眠の質が妨げられたりとか、そういったことで、人間って結局どう言ってもまだデジタルな生物ではないので、人間のアナログの部分に対して、非常に攻撃的というか、悪く作用するっていうところがすごく書かれてあって、なかなか説得力がある内容で、これを見た瞬間結構、僕はスマホ寝室に置くのをやめたり、12時以降は結局スマホ絶対触らないようにしようと思ったし、それは結構考え直す部分ではあったので、で、なおさら子供たちであればその影響は大きいだろうなっていうのは感じましたね。一方で、テクノロジーにこう、小さい頃から触れるということのメリットとかもあるじゃないですか。例えば、うちの双子の5歳の子ももう、OK Google ですからね、OK Google、鬼滅の刃の曲かけてみたいな。そうすると、かかるみたいな。その僕らが生きてきた子供時代とはまた違う、落合さんの言葉を借りればデジタルネイチャーというような、状況の中に、今から生きていくという意味においては、意外とこう、スマホの効能というのもあるのかなと思っていたりするので、これってなんかこう、どうかな、これ例える、合ってるのかな、タバコを吸う、吸わないみたいなところも、例えば僕が子供の頃ってタバコ吸うのはもう大人は当たり前にほとんど吸ってたイメージなんですよね。子供がいようがいまいがね。うちの父親も途中で辞めましたけど、小学校の頃に、普通に、食卓でタバコを吸ってましたし、それがまあ当たり前というふうに言ったと。で、今それ逆転してるじゃないですか。で、あの頃は良しとされていたものが今はダメだと言われているとなった時に、そのことさら子供のスマートフォンっていうところに対して、僕も非常に懐疑的なんです、同じように。良くないものだとは思い込んでるんだけど、これはなんかバイアスなんじゃないかって思うこともあって、なかなかこう正解が自分の中でこう着地ができない状態がずっと続いていて、いや今ちょっとスマホやめて外の景色見てよとかって親なんで言うんですけど、ただでもその決定的な、そのじゃあね、高校の時にこの学校は髪は黒くないといけないという、それなぜですかって言われた時に答えられないと一緒のように、そのスマートフォンなぜダメなのって言われた時に、もちろん目が悪くなるとか、いろんなこと言えるんだけど、でもそれってまだそんなにエビデンスがないことなので、そうであろうという仮説の上に立って、杓子定規にはめていくのはどうなのかみたいなところがあって、自分の中でもこうかなり揺れるんですよね。だからなんか、僕がなんとなく、子供のスマホ、依存という言葉はちょっと強いのであれですけど、スマホばっかり見てしまう、ゲームばっかりやってしまうってことに対する、僕の中での一つの持論、これはバイアスなんだろうと思いますけど、なんかこう、
今という瞬間目の前に起きていることというのはスマートフォンの中ではなくて今目の前の景色で人間が五感として感じられることであるみたいなところがあって、でその瞬間、今という瞬間を、スマートフォンの中に没頭することによって逃してしまうんだよと。だからスマホを見るのはもちろん、見てゲームをするのは自由な時間やればいいんだけど、今この瞬間、例えば家族で旅行に行ってる時とか、今この瞬間それは必要ないよねっていうのは僕の中での持論としてはあるんですよね。だからそういう時は注意をするんですけど、普段はパパも見てんじゃんって言われると、まあそうだしね、みたいな。いや俺はもう、その辺は結構、やめて得られるものの方が大きいかなっていう。あスマホって、なんていうか、やってる間って子供たちがすごい幸せそうな顔してるかっていうと決してそうじゃないのかなって思うんですよね。うん、いわば支配されてる状態で、うん。で、それって多分反無意識だと思うんですよ。うん、で、先日塾はもうスマホは入室時に切って、カバンに入れなさいっていうルールに変えたんですよ。うん、そしたらやっぱりコミュニケーションって生まれるし、うん、その時の子供たちの方が明らかに表情が生きてるので、うん、それってもうエビデンス云々じゃなくて人間ってそういう生き物だっていうことだなっていうのを思っています、うん、っていうのと、あとデジタルネイティブって言った時に単純にスマホっていうのはなんて言うんだろう、それがクリエイティブな道具にはまだなってなくて、うん、結局端末でしかなくて、本当にデジタルネイティブを極めたいと思えばやっぱりパソコンを触らなければまだコードは書けないし、うん、なんというかツールとしてはまだ未成熟なので、あれはあくまでもまあスクリーンというか、なんだろう、そこまでクリエイティブな人間の感覚に結びついたツールにまだなりきれていないので、うん、そういった意味でデジタルネイティブでって言ったときに、それってスマホを触ることではなくて、じゃあ、Mac だったらいいのかって話もあると思うんですけど、結構そこは、でも、話が全然違うかなって、スマホとパソコンは。うん。なんかその辺はちょっと感じますけどね。うん。まあね、確かにその無意識化で、意識せずにしてないんだけども、享楽の方向に支配をされているという、仮説は成り立つかもしれないですね。あの瞬間というのは。意識的に何かを、自分から能動的に何かをしているというよりは、受動的に、スマホが上に立っているという状態なのかもしれないですね、確かにね。うん、まあ難しいね、今から僕たち世代は結構子供たちはもうまさにそういうね、うちも上の子がもう14歳なので自分のスマートフォンを持っていて、下の子2人は持ってないんですけど、まあもうそろそろ中学校になったらっていう話になるので、当然与えれば、ね、自分のゲームだったり、YouTube だったり好きなことに没頭できるわけでね。だから与えない方がいいのかっていうところにもなってきたりするしね、なかなかこう親としては悩みどころでしょうね。うん、だと思うな。これって感覚的に言うと、うん、僕らの世代で当てはめてると、ファミコンのことなのかなっていう気もするんです。また違う部分もあると思うんですよ。なんて言うんだろう。ファミコンだったら、そのね、特に、どの段階でそれを与えるかというか、タイミングってなると思うんですけど、それはさらにゲームという概念があって、今、そのスマホでゲームができるという世の中になってるので、なんかそのスマホの影響力、インパクトって、僕らも子供じゃないからわからないですけど、その辺、岡住さんの教室、塾では、スマホを使った授業ってのは一切やってないんですかね？やってないですね。ああ、それはなぜ？もうスマホイコール、子供たちの中でそういう娯楽だったり、インスタグラムであったり、YouTube だっていうところにもう紐づいているので、うん、スマホを果たして、いわゆる、本当にスマートな使い方をできるかっていうと、うん、もうできないおもちゃになっているので、はいはいはい。そこはありますね。あと、もう一個、スマホを持っても大丈夫な人っているんですよ、子供でも。それは、例えば、どういうことですか、それは。スマホを持たしても、いや、これ面白くないから見ないっていう子がいるんですよ。要は、どういうことかっていうと、うん、リアルでもっと面白い遊びを経験していたり、本を読むのが好きだったりとか、うん、そうした、リアルな体験の豊かさとか、いろんな経験をしている子であれば、スマホを持っても、まあ一時的には依存するかもしれないですけど、うん、最終的にリアルに戻ってこれるっていう、
ところはあるのかなっていうのは。うん。なるほど。思います。まあ、今なんかこう、難しいなと思うのが、いわゆるこう、今の資本主義っていうのは、もうまさに可処分時間の奪い合いというフェーズに入ってると思うんですよね。うん、とにかく人間の可処分時間を、奪い合ってるという状況だと思うんですよ。例えばまあ YouTube もそうだし、Netflix にしたって、Amazon プライムにしたって、最近出てきたクラブハウスにしたって、うん、可処分時間をとにかく、いかにハックしていくかってことじゃないですか。そういうふうにこう、経済が一気に向かってるってると。昔は、例えばテレビを作るとか、三種の神器というようなものを作って、製造して白物家電を売ってるものを作って売るというのがビジネスの資本主義の中では日本の中では中心だったものが、もうそこが完全にもう行き渡ってしまっていて、今はもう可処分時間の奪い合いだと思うんですよ。だから、ね、電車に乗ったらみんな携帯見てるじゃないですか。つまり移動時間をハックしに行ってるわけですよね。で、そういう可処分時間の奪い合いの中にもう日本人全体が巻き込まれている状況の中で、その、可処分時間のゆとりと考えるということ。例えば、お好み焼きを頼んで、来るまでの間みんな携帯見てますよね。これ可処分時間を要するに浪費してるわけですね、ここでね。うん、でも、ない時代ってずっと待っとかないといけない。だからそこに先ほど言われたようなコミュニケーションが、まあ、生まれていくというのが、まあ、昔は当たり前にあったものが、今ね、家族連れ見ても、大体ほとんど親も子供も携帯見てますよ。つまり、可処分時間はもうそこに行って、何でも食べながら見てる状態という、ところになってくるときに、なかなかこう、そこから遮断をしていくとか、そこからのこう、なんていうのかな、こう、違いをこう、教えていってあげることっていうのは、すごく親にとっては僕はハードルが高い時代なんじゃないかなとは実感してますね。まあ。留学してた先がカリフォルニアだったんですけども、うん、みんなの時間をお金に変えて、そこの人たちは豊かに変えているっていうのをリアルに見たので、うん、なるほどっていう感じでしたね。だってアパート借りようと思ってもみんなプールが3つついてるんですよ。うん、勘弁してくれっていう、家賃払えませんっていうレベルのマンションばっかり建ってて、うん、なこれはっていう感じだったんですけど、なんかそれを見て、自分はそこから、一歩抜けたいとは思いましたけどね。うん。抜けたいし、周りの人も多分抜けた方が絶対楽しいんだろうなっていうのは、すごく思うし、うん、これは、なんというか、一つの、まあ、次の戦いなのかなっていうふうには感じてますけどね。うん。それがね、まさにこう、号砲が鳴ったのが、まあ、僕自身は COVID-19 が残してくれたものじゃないかなと思ってますけどね。うん、なんか、一年経って、自分の中でのこう、意識がこう、少しずつこう、変わりつつあるなっていうのを、ここ最近すごく実感をしてるんですよ、僕自身もね。なんかこう、うん、この22年間、まあ、いわゆるビジネスの中で、やってきた結果として、なんか新しい、こう、新しいというか根源的な、もともと本質的に思っていたこと、そういう気持ちがこう、なんか少しずつムクムクと大きくなっていって、その資本主義の理論、論理みたいなところよりも、そっちの方がだんだんとこう、大きくなりつつあるみたいな実感があって、まだちょっとあまりうまく言語化できないんですけど、それはまさにこう、今からの戦いでしょうね。その、いわゆる可処分時間を奪い合う、だったりだとかっていうところ、多分その、まあ、便利さよりも、なんていうのかな、こう、スピリッツのあるものに多分人は共感して今から集まっていきながらチームを形成していくような時代に、まあ、入っていくだろうと思うんですね。すぐにはならないと思うけど。ちょっと時間はかかりますけどね。だからそっち側にどう、シフトしていけれるのか。で、それはでも実はもう僕たちは子供の頃に一度出会っているという本質的なところなんだろうなという気はしてます。ただまあ、とはいえ、来月の売上、今月の決算、ファーストクォーターの成績みたいなところもまだ、自分の中にはあるので、そことのバランスをどう取っていきながら新しい、時代に適応していくかみたいなところが、なんかすごく僕は今面白いなと思ってるところですけどね。完全にはいけないけどね、まだ。ちょっと話題をで、ちょっと若干方向性変える部分で、ちょっと和美さんに聞きたいんですけど、子どもたちはこのコロナ禍、コロナショック、この今の世の中をどう捉えているのかっていうところは、肌感覚でもいいんだけど、なんか伝わってきますか？それと今まで通り
なのか。あんまり変わってない気もする。ただ、学校がなかった時期があったと思うんですよ。うん、その時期でも、うんうんうん。その時期は、が明けた時はやっぱ学校行きたいっていう子が増えたりとか、うん、でも逆にしばらく経つとやっぱりリモートの方が良かったっていう時期もあったり、まあいろいろなんですけど、うん、別にそれがあったからって、そんなに変わったなっていう感覚はしないですね。まあ先ほどの吉田さんがね、まあそういうスピリッツっていう話をね、ちょっと若干経営においてしてましたけども、やっぱりこの番組でも、その哲学、価値観、もっと言うと思想、まあその先にあるビジョンっていうのがあると思うんですけど、そういうふうなところっていうのは塾においても、なんか、いわゆる子供たちに、なんかそういった部分は、なんか分かりやすく伝えているとか、それとも雰囲気でそういったものを伝えようとしているのか、その辺って意識されてますか？ですね、塾のビジョンは全員に、一人一人に伝えてます。おお。入塾の時の説明会は個別で全部説明してるんですけど、うん。どういう人になってほしいかとか、なぜ私が塾をしているかとか、について、一人一人話してます。それはなんかやっぱり必要だと思ってやってるのか、なんか理由があるっていう部分はあるんですか？そうですね。やっぱりそんな風に、まあ普通の多くの人は、その企業に勤めるっていう感覚で、お父さんお母さんもいるっていうことが多いと思うんですけれども、やっぱり一つ一つの会社が何か社会にこういうことをしたいと思って、その存在があるわけじゃないですか。うん。なのでそういうことをまあ感じてほしいなっていう意味でも、なんでこの塾があるかとか、この塾ではこんな授業をするのはなぜかとか、で、勉強することによって、人はどんな風に成長するか、そして成長したからには、どんな人間にならないといけないかっていうのは結局あると思うんですよね。うん。なのでその辺の話は、します。なるほど。まあある意味、まあ理念というかね、その会社で言うと経営理念とかそういった部分になるんでしょうけど、まあそれをやっぱりそれぞれの子供たちに落とし込みながらっていうところなんでしょうが、ここまで振り返って吉田さん、今の岡住さんのいろんな一連の考え方とか価値観を含めて、どうですか？いやいや、なんか、なんていうのかな、僕らが生きてきた時代と、まあ、彼が生きてきた時代というのは、当然、まあ、20年ぐらいの隔たりがあるじゃないですか。で、でもなんかこう、すごくこう、今の時代の面白いなと思うところは、うん、その、例えばサステナビリティに対するコミットメントだったりだとか、うん、そういうこう、ビジョンというものを掲げて、それ、なぜこの塾が存在しているのかという根源的な、本質的なこう、ところにたどり着くスピード感っていうのが、まあ僕らが20年かかったところが、うん、もう今20代でそこの感覚に行けるっていうのは、やはり日本が本当にいい意味で成熟したということの僕は一つ証拠だと思うし、うん、ただ一方でまあ僕たちの中にみたいにこうある種こう資本主義の中でまみれてこう、バトルの中でこうここまで来たというところの先にあったその感覚みたいなところ、そのそことのこう融合みたいなものが、うん、まあ今からきっと起きてくるんだろうなと思うし、ただ、うん、一つ言えるのはほとんどの企業にとってビジョンは形骸化しているし、うん、最初の本当の最初の時に困りごとをね、例えばそのインドのタタ自動車の創業者さんとかは、そのバイクにたくさん乗ってるのを見て、こんなんじゃ危ないから、インドで乗れる安い車を作んないといけないという気持ちからスタートしたみたいなことが、うん、じゃあ今の大きくなった、何十兆円という、こう、バリューになった企業の中に浸透また残ってるかっていうところはまた別問題になってくるんですけど、うん、そこが多分今本質にこう、帰っていってるっていう、帰らないと、いけないということを、なんか自然のこういう目に見えないウイルスというもので、僕たちはまあきっと今教えられてるんですよ。で、うん、教えられているんだけど、それと向き合わないでいいたくさんのスキルを身につけてしまってるんですよね。僕も含めてみんなね。うん、それは、例えば僕にとってみたら、ファーストクォーターの成績であったりだとか、例えばもっと強烈な、言い訳ができるとするならば、いやいや、うちで働いてくれてるスタッフ、その家族を守っていかないといけないんだ、という、ことを前提に、先にこう置くとですね、うん、で、俺何がしたいんだっけ、みたいなところって、で、これって本当に、その、持続可能なビジネスをやってんだっけ、みたいなところっていうところと、向き合わずに済むたくさんの言い訳を僕らは身につけてきてしまっているので、そこを今、こう、一個ずつ、
一個ずつこの自分と向き合いながら、この自粛期間の中で、剥がしていくということがね、僕ら、おじさん世代にはね、めちゃめちゃ必要だと思っていますね。で、それはなんか、芽生えてきてるし、いや、もともとあったし、で、なんか、いい感じですよ。だから、言ってる通りだと思うし、それを子供たちが、なんか、小さい時からね、そういうことを学んで気づいて、で、青年、大人になっていくと、きっと日本はもっと良くなっていくし、だから、今の問題は今の問題として、いっぱいあるんだけど、でもきっと未来は明るいんだろうな、という気はしますけどね。なるほど。今日のテーマ、食っていうことから環境まで一挙、食、教育、環境ってことなんですけれども、まあ、このトークの中でもすでにもうサステイナブルな話とか、まあ、いわゆる持続可能なっていう部分で、岡住さんはもう環境にもかなり意識が高いっていうのは、いろんな確保を僕ら聞くんですけれども、そのあたりは塾ではどういうふうな何か取り組みあるんですか？いや、まあ、私自身がもう生活の中でできるだけ環境に負荷をかけないようにしたいなっていうのはまず前提としてあって、例えば車はなるべく乗らないだとか、生ゴミはゴミに出さずに土に返すだとか、野菜は今後できるだけ自分で作れるようにしたいっていうことで、そうした、訓練というか、実際家庭菜園も始めてたりとか、あとまあ、塾についても、やはりその辺の関係がもう、第一義というか、そこってまあ企業のサステイナビリティとかっていうのって、ここ数年、10年ぐらいのスパンでの目線でしかないなと思っていて、地球環境とか人類のプラネタリーバウンダリーみたいな話って、もうちょっとスパンが長いんですけど、それ確実に迫り来る危機としてあって、食料の問題にしても地球温暖化にしても、それはもう、それをプライオリティに置いていない企業は、なくなればいいなっていうふうに、私なんか思ってます。なので、例えば、熱海が焼肉に業態転換したとかっていうのを聞いて、すごく愚かな会社だなとしか思わなくて、なくなってほしいなっていうふうに思ってます。そういう考え方が。そうですね。なるほど、なるほど、なるほど。まあね、なかなかなくなんないだろうね。やっぱり、それだけこう、お金というものの魔力であったりね、資本主義経済というものの、魔力みたいなのがね、あって、それにやっぱりどっぷりと使ってしまってるからね、なかなか本当に言いたいことはよくわかるし、ただ、まあ、企業が掲げてる SDGs はほとんど飾りですよね。まあもうマーケティング用語になってますよね。SDGs という言葉はね。ブランディング用語かな。サステナビリティって言っとけみたいなね。いうところ。でも本質的にはおそらくそうなっていくだろうと思いますよ。間違いなくなっていくと思う。それが来年になるのか、30年後なのか、100年後かなのかわかんないけど、人類の意識は間違いなくそっち側に向かっていっているんじゃないかなという、気はしてますけどね。まあそこら辺が、世代的なギャップと、まあ自分たちは死ぬからいいって考えている世代と、圧倒的に危機感が違って、そこは本当に溝があるなっていうのは、今の吉田さんとの話聞いてても感じますし、それはすぐに変わらないだろうって言ってる時点で、この人どうなんだろうってやっぱり思っちゃう部分もあるんですよ。まあそうですよね。正直に言うとそう思ってる人たちは多いっていう。圧倒的に多いでしょうね。だからそこが、結局こう、なんていうのかな、例えば消費っていうものそのものが、なんていうのかな、まあ、緩やかな、戦争というか破壊みたいなもんじゃないですか。結局、新しい製品を企業が出すということは、古い製品を捨てるゴミが出るということなので、当然新しい製品を作るときにまた、化石燃料を使って、地球温暖化に進んでいくし、またゴミを処分するときにということになったときに、この消費の連鎖みたいなものから、外れていくっていうところの難しさっていうのは、やっぱすごく僕はリアリティとしてあると思っていて、その環境に対する、意識とか、まあ、持続可能な社会に向けた、例えばグレタさんのあれだったりするところも含めて、その世代間ギャップっていうのは間違いなくあるんだろうと思いますけど、とはいえじゃあ消費というものをどこにこう落とし込んでいくかっていうのって結構大きなテーマだと思うんですよね。なんか消費で言うと、単純に、まあ、利用速度と再資源化速度の話でしかないと思っていて、例えば古民家で使われている木なんかっていうのは、
樹齢何十年かの木を使って、それが古民家として使われ始めて何百年って持つので、その不等号で言えば当然、利用時間の方が長いっていうことになると思うんですけど、我々身の回りで買っているものが果たして、まあ一つ一つのコップであったり、車であったり、そうしたものの利用期間が、じゃあ資源になるまでの期間と比べてどうかっていうところって、指標として当然考えられるものであって、それを意識して生活するように一人一人が変われば、プラスチックじゃなくて木を買うようになればっていうところで、まあ変えていけるだろうと思うし、変えていけないだろうと思うし、いやいや、そうは言ってもっていうのは多分すごく一番簡単なんですよ。で、結局、行動する人にしか、世の中を変える力はなくて、だからまあ一人一人が行動していくっていうことをまずせずして何か言うのはやめないかっていうのは僕は日々思っていることで、だから僕自身も生徒に語る以上は自分もなるべくそうでなければいけないっていうのを思っているので、当然買い物しててもオーガニックのものとか地産地消のものって買おうとすると高いんですよね。同じコップ買うにしても木のものでできたものを買えば高い。でも僕も裕福なわけじゃないんで、高いなと思いながらですけど、まあ、それを買うっていうことかなっていう。でもそれって結構やりがいのある仕事で、仕事っていうか消費行為で、それは従来のただその一瞬で消えてしまう消費とはやっぱり違って、そういうものさえ買えば何世代にわたっても使い続けられるものってやっぱりあると思うんですよね。机にしても着物にしても車にしても、まあ、何にしてもそういう形でやっぱり利用速度と資源速度っていうところを考えた上で物を作れるか消費ができるかっていうところで、企業の活動がそういうふうに変わっていかないといけないし、消費者も当然賢くなっていかないといけないし、そのまあ言い訳を許せないような空気っていうのをどう世の中に作っていけるか、プラスまあ、むしろそれの方が楽しいよねっていうような、なんか感覚はやっぱりあると思うんですよね。で、まあ若い人がおばあちゃんの着物を着てたりとか、お母さんのお下がりを着てたりとかっていう、まあそういうのがちょっとした流行りになったりもすると思うんですけど、なんかそういうのって資本主義の中で失われていたつながりを取り戻すであったり、っていうところとも、まあ非常に親和性もあるので、環境っていったところをテーマに活動したときに、結構人とのつながりとか、そういう資本主義で捨てられてきた部分が蘇ってくるようなことって結構あるのかなっていうふうには感じてます。それはもうまさに僕は事業領域としてそれをやってるのであるんですよ。僕が例えば小学校ぐらいの頃の実家の家業って年末が一番忙しかったんですよね。なぜ年末が一番忙しいかというと、その預かるものの8割ぐらいが着物、呉服だったんですよ。和服だったんですよね。で、年末にそれを取りに来て、新年にそれを来て、初詣に行くというのが、まあ、まだ、40年ぐらい前はまだ存在していたと。で、今の、じゃあ、自分のお店はどうなのかというと、年末が一番暇なんですよね。だからやっぱり明らかに消費行動が変わってきたわけですよ。で、その中で僕らはリユースというのの仕事にこう、もう65年にわたって親子3代でこう、携わっているんですけど、やっぱ最近思い始めてるのが、最近思い始めたというか、もともと思ってたんだけども、最近こう、そっちだろうねと思い始めているのが、じゃあ、今こう、ブランド品、宝石、時計というののリユースというのを、まあ、メインでやってるわけですけど、これって、いや、なんていうのかな、こう本当にこれをリユースと言えるんだっけっていう、こう、問いみたいなのが、まあ、ずっとあったわけですよ。で、じゃあ何を最終的にやりたいのかっていうと、僕は、物と別の価値の交換であったり、物とまた別のものの交換をできる、ビジネス領域にこう入っていきたいというふうに思っているので、まあ、そういう意味では問題意識は同じなんだろうなと思いますね。新しく物を作らずに、いらなくなったものをうちの店に持ってきてくれたら、いるものと交換ができるというような、領域に行きたいなと。それはもともと思ってたんだけど、なかなかそれをこう今のこう事業規模の中でマネタイズしていくっていうことの難しさがずっとあったのが、この1年によってだいぶこう意識がそっち側に向いてきたなという気はしますね。だからまあ言ってる意味はすごくよくわかるんだけどもっていう感じですね。
そう、だけどもっていうところが、ちょっとのポイント。今ね、岡住さん笑いましたけど、どうですかね、そのあたり。その、だけどものこの差をどう埋めていくかというか、まあ、一人一人の行動って言えばそうなんでしょうけれども。まあ、それしかないですよね。一人一人の行動しかないですよね、きっとね。やっぱり、マネタイズっていうところが、やっぱり前提にあるのがもう間違いかなっていうのはちょっと思いますね。なんか、まあ、確かにお金がなければ生きられないのかもしれないけど、そこにそんなに苦しむものであれば、お金がなくて生きれる方法を考え始めた方がいいんじゃないのかなっていうのが、まあ今いろんな資本主義の限界とかっていう話が言われる中で、じゃあ、例えば、食べ物を自分で作れるようになりましたと。したら当然、食費にかかる支出が減りますよね。例えば、アパートを何人かで借りるようにしました。冷蔵庫を共有します。車を共有しますって言ったら、そこの固定費にかかる費用は減りますよね、支出は。そういう形で、支出を減らしていったときに、必要な世帯収入っていうのがおのずと減ってくるはずだと思っていて、そうなってくれば、働く時間も当然減るし、経営者もマネタイズに対してのプレッシャーも当然、今だったら一人正社員雇ったら2、30万払わなきゃやばいと思うかもしれないですけど、そういう暮らしのインフラっていうのは変わってくれば変わってくるかなと思うので、私自身はそうしたところに今後10年で挑戦していきたいし、今みたいに稼げない時代って絶対来ると思うんですよ。マネタイズ云々じゃなくても、もう従業員雇うっていう余裕もなくなる時代が来るかもしれないと思ったときに、それでも雇用を維持するとしたら、やっぱり食い、ぶちを稼ぐという意味で、衣食住の部分に、やっぱり地域で循環的なそういうベーシックインフラみたいなものをやっぱり増やしていくっていうところに、そろそろシフトしないといけないかな、とは思うし、まあ大企業はなかなかそのマネタイズっていうのが、第一命題としてあるので移れないのであるとすれば、私のような、まあ事業主であったり、もう少し小さい規模の会社とかは、そうしたところにやっぱりフォーカスしていって、まあ社会の中の小さい根じゃないですけど、支流としての役割としてはそういうのがあるかなと。当然まあ、ある程度規模がある会社は、その本流を流すっていう意味で、マネタイズっていう課題があるとは思うんですけれども、零細企業、中小企業の一部、地域に根を張る企業の多くは、やはり何かしらそうした部分で社会全体のレジリエンスを高めたりっていう方向に、考えであったり、事業をシフトしていかないといけないかなとは思っています。いや、その通りでしょうね。ただ、僕の、だけどもということのあれって、ジェネレーションギャップじゃないんですよ。今頭の中で整理がついたので、言語化しておくと、これはもう当たり前のことなんだけど、結構、本質的な話なんだと思うんですけど、自主的に自分自身の人生に、コミットするということが必要になってきてるわけですよね。意外とそうじゃないんですよ。だから、自主的に自分自身の人生、生き方、働き方、仕事感みたいなものにコミットし、自分自身が自分にコミットするっていう、最近大学生のインターン生が、うちに入ってきて、どうしたらいいですかこれからみたいな話の議論の時に僕は彼らに伝えたのは、多分これからの時代、先週も話しましたけど、自分自身に就職する時代が来たよというね、話をしたんですけど、まさにそういうことだと思っているので、先ほどのじゃあ、持続可能な社会、もしくは地球環境のことを考えた中で、自分が何を消費して、どういうライフスタイルを築いていくのかっていうのは、自分自身が自分の人生にコミットしてないと生まれない発想だと思うので、だから、だけどねというところっていうのは、多分今までの日本の教育の限界が僕はそこにあると思っていて、何かに依存する、例えば会社に依存する、上司に依存するという状態からどう抜け出していくかっていうところがまず先にないと、なかなかこの問題までたどり着くのが難しいんじゃないかなと思っているっていうところが、だけどなかなか難しいなと思っているところですね。これってどうしたらその、だけども問題というか、超えられるんでしょうね。そのあたり、岡住さんどうですか？今の吉田さんのご意見も含めて。なんか、そうですね。なんていうか、人間って、すごく哲学的な話になるんですけれども、なんか生まれた時点で、自然というか地球に属しているっていう感覚が一つのなんていうか
依存じゃないけど、そういう帰属っていうものとして、あるっていう価値観って、なんか昔っぽいし、なんていうかちょっと宗教っぽいんですけど、スピリチュアルっぽいんですけど、なんかありなのかなっていう。それがあれば別に何かに依存してなくても、人間ってまあ何かしら意味があるとは思うんで、そういう中で。そこを意識して暮らすと、何かに依存するっていう必要はそんなになくなるし、なんか、自分が自分がとか、そんなに考えなくてもいいし、人間っていう生き物だよねっていう、ことでいいのかなっていうような気もしてるんですけど。うん。そう、その通りだと思うんですよ。で、それを、どう、失わずに行くかっていうことの難しさなんじゃないかなと思うんですけどね。そこをやっぱ失っていくというかね。うん、やっぱりこう、そこには大きくやっぱり教育というものが、変わっていかないといけない部分なんじゃないかなという気は してますね。うん。うん、学校教育というものがね、まあ親もそうだろうけど、うん、だから子供ってもともとそうだと思うんですよね。もう、何者でもなく何者でもあるっていう状態がずっと続いているし、世界と繋がっている感覚っていうのは、裸足で脳を駆け回る時にこそあるわけで、だからそれこそが自然だというところっていうのは僕たちも持ってたし、それだから、僕はジェネレーションギャップというものは存在するんだけども、ジェネレーションコンプレックスみたいなものはないと思ってて、はいはいはい、同じことを経ていってるわけだから、その最先端に今僕たちはいるというだけの話であると思ってるので、ただどこかの段階で、身体感覚みたいなものから離れていって、左脳が肥大化していくというか、なんかそういうフェーズがあると思うんですよね。で、この時期には受験しないといけない、いい高校に入らないといけないとか、勉強しないといけない、いい点数取らないといけない、いい大学に入らないといけない、いい会社に入らないといけないとかっていうことに、どこかでこう、変わっていくタイミングっていうのがあると思ってて、ここの根本的なところの、なんか、治療というかね、ここのまさに持続可能性みたいなものを、やっぱり僕たちはこう、もっと真剣に考えないといけないということの、まあ選択として僕は、あえてその環境に置かないという選択をしたっていうことですよね。それが正しい、間違ってるとかじゃなくて、何かこのまま行ってほしいという、感覚なのかなという気はしますね。そういう意味では岡住さんがやっている塾っていうのはすでに今ある教育制度の中にのっとった形での、まあ、進学というところを、まあ、サポートしながらもその中でそれ一辺倒ではなくて生き方とか、まあ、さっきの価値観も含めていろいろ総合的に学べる環境はしていると言っても今の吉田さんのお話を踏まえてですね岡住さんがいやこれもちょっと進学とかうぬんやめてなんか違う方向もありかなっていうのは正直あったりするんですか？もうフリースクールみたいな感じの。そうですね。進学についてはそんなに実は力を入れてなくて、やるべきことをやっていれば結果はついてくるかなっていうふうに思っているので、うん、塾でよく言ってることは、当たり前のことをバカにせずちゃんとやるっていうことだけを言っていて、で、あとは当たり前の感覚とか基準を高めていくっていうことだと思うので、なんていうか別にそれで受験のテクニックとか進学っていうのが、一番ではないと思ってるし、うん、そう思ってる人は逆にうちの塾に来てないだろうと思うし、進学にしても、やっぱり、ランキングの中で上に受かることが大切とは言ってなくて、うん、自分がいいと思うところに行きなさいっていうことを言っていて、うん、例えば偏差値的に高い大学に受かった人でも君にはこっちが合うんじゃないかっていう話も、視点として与えるためにはするし、っていうのは自分自身がまあ、偏差値だけで大学を選んであまりまあちょっと失敗したかなっていう部分もあるんで、なんていうかそこはやっぱり一人一人を見ないといけないなっていうふうに感じているので、それはまあ教育に関わる人と子どもの周りにいる人がどういった投げかけをするか、どういった反応をするかで変わっていく部分だと思います。そこに対して親が一喜一憂してたり。英検2級取れて、わーって親の方が喜んでたりすると、まあなんかろくなことにはならないなって、って思いますね。そういう、ま。そうね。でも大概のやっぱり塾に入れる親御さん側の感覚ってそっちでしょ、言っても。最近少し違うような気がしてきてます。すごく違うと思います。我々の時と。まあ、
私の塾のそのホームページとか見てきてるから、ある程度その、うん、スクリーニングされてきてるからかもしれませんが、うんうん、なんか、あなた塾来る必要ないほど頭いいよねっていう人も、何かそういうのが面白くて来てるとか、うんうんうん、そういう形で来てもらっているし、保護者の方も多分ある程度そこは理解した上で来てくれている方が多い気がするので、うん、なんていうか少しずつ空気感は変わってきて、まあ当然あの大学入試そのもの、高校入試そのものが昔ほど苛烈ではないので、うん、っていうところもあるとは思います。なるほど。ただまあさっき言ってたことに少しね、大きなヒントがあるかなと思ったのは、やっぱり視点でしょうね、本当に。まあ視座というべきか、うん、まあいろんなこう視点から世の中であったり物事であったり辞書を眺めるということをなるべく子供の時に与えてもらう環境にいるとすごく子供にとってハッピーですよね。一つの視点、学校で習う一つの視点だけじゃなくて、それはそれでまたいいこともあるだろうし、じゃなくてそういう塾で学ぶそういう視点であったりだとか、例えばキャンプに行って学ぶ視点であったりだとかっていういろんな視点を持っていくと、だんだんと視座が高くなっていくので、まあ、いろんな情報の中から自分で取捨選択していきながら、世の中をこう広くこう結構、面で捉えられると思うんですよね。うん、僕らの世代って情報も少なかったし、やっぱり世の中を結構点で捉えていたところがあるじゃないですか。なんとか頑張って受験してとかっていうのがもう本当にもうデフォルトだったんでね、それ以外の視点ってあまりなかったっていうところがあるので、まあ、そういう意味では今すごく豊かな視点を取りやすい時代でもあるという意味においては、親が与えるべきはそういう環境かもしれないですね。いろんな視点でこう見せてあげるっていうことなのかもしれないですね。塾で、まあ、いろんな視点、まあ、視座、私も視座だと思うんですけど、うん、そのあたりっていうのは、岡住さんのフェイブスクールでは、具体的にこういうふうな形で、そういうふうなものの見方とか、価値判断とか、そういった部分のなんか、方法論じゃないですけれども、なんか一つの投げかけとしてこういうことやってますってあったりします？やっていることとしては、まあ、ニュースを題材にしてみんなで話すっていう課題をやるんですけど、それについて、例えば、去年であれば、ダーウィンの進化論をいろんな角度から勉強して、うん、じゃあ人類は次どのように進化すると思いますかっていう、オープンなクエスチョンについてみんなで発表してもらうっていう場だとか、あと、先週やったのは民主主義についてのテーマで、うん、若者の投票率が低いっていうニュースについて見た上で、アメリカの選挙のキャンペーンのニュースを見たり、日本の政治家の公約を見たりとか、民主主義が生まれたギリシアの政治制度を見たりとか、そうした中で最終的なアウトプットとして、若者への投票参加を呼びかける CM を作ってくださいっていうような、オープンな問いをするんですね。うん、そうすると、やっぱり一人一人全然違うアンサーが返ってくる。うん、そうした中で、それぞれに対して、すべてポジティブなまあフィードバックをして、どのアイディアも価値があるっていうところを認めたり、うん、それぞれ持ってないもの持ってるよねっていう、うん、学力が必ずしも点数が高い人がいいアイディアって出すわけじゃなくて、そういう場面ってやっぱり、うん、それぞれに対してそれぞれいいポイント視点があるので、それがいいポイントだっていうところに対して評価をする人が、うん、今の教育制度であったり、うん、自分ではないっていうんで、そういうところを認めてあげるっていうのはすごく大切かなっていうふうに思ってます。なるほどね。なので、なんていうか、自分自身がすごくニュートラルでないと、それって評価できないし、自分自身の評価が偏ってしまったり、自分自身がある一方向からしか物事を見れないと、当然なんか、その教室の雰囲気であったり、生徒のアイデアの幅もぐっと狭まってしまうと思うので、できるだけクエスチョンがオープンであり、フィードバックがオープンであるっていうところは、ちょっとまあ自分自身気をつけているところが、なんか、まあいい意味での多様性につながってるのかなっていうふうには思っています。フェイブスクールのちょっと具体的な話で恐縮なんですが、クラスが小学校、はい、中学校、高校ってありますよね。はい。これ教え方はそれぞれのクラスで、さっき、まあ、いろんな私がいる質問に対して、で、時事問題とかいろいろやってますってお話でしたけど、それぞれの小中高でやっぱりやり方は違うんですか？それと大体同じようなやり方になるんですか？やり方、内容は別として。
小学生はそういうことはまだしてなくて基礎だけをやっていて、で、中高生が同じ授業で勉強しています。なので中学1年生から高校3年生までが同じ日に来て同じ空間で勉強して、同じ結構難しい文章なんですけど、新聞記事とかを読んでいるっていう状況です。なるほど、なるほど。これめっちゃいい体験だと思いますよ。しかもそこの、なんかね、出した、自分なりにこう出した意見とかっていうことに対して、多様性が認められる環境っていうのはすごく、ハッピーですよね。子供たちにとってみるとね。丸か×かしかないですからね、学校はね。うん。やっぱその三角があったり四角があったりする状態っていうのが、教育の現場にあると、もうちょっと、子供も豊かなこう気持ちになれるんじゃないかなと思うんですけどね。だからすごくいい環境だと思いますね、本当。いや、僕は甘いんで全部丸ですよ。うん、まあ全部丸だからね、実際。うん、そうなんですね、うん。まあいわゆる全員正解というような形になるんでしょうけど。そう、で、そこに行くと、うん、もう、だから今日の話がちょっともう少しまた横に広がってしまうかもしれないんですけど、そうですね、うん。そういうところに行くとね、全部丸なんですよね。うんうん、それぞれの思想とか思考とか考え方は違えども、全部丸だということに なるんじゃないかっていう、これはエネルギー保存の法則になってくるのかどうかわかんないけどもっていう感じですね。だからまあ、極論言えば森林を伐採してる人も丸だし、それに抗議活動してる人も丸だということが本来の的なダイバーシティじゃないのかみたいなところも、まあ意外となんか、あったりするともう少し広がっていくのかなという気はしますね。どちらかでないといけないというふうにどうしてもなってしまいがちなんですけど、まあ、全部あって成立しているという、今日まさに僕は熊本でいわゆるこうエコビレッジをやっている方と、まあ、知り合いでですね、彼のフェイスブックを見てて、まさにそういうことを書いてましたね。なんか、うん、自分が反対したいという意見の存在があったからこそ、自分のこの反対するという意見が生まれたというところでいくと、これはもうどちらも丸なんじゃないかというようなことですよね、今の表現で言うと。っていうなんかところまでこう、広げていったときに、結局最後残るのは、じゃあ自分自身がどうしたいのかっていうことなんだろうなということなんじゃないかなと思いますね。自分がどうなのかということに行かないといけないんだけど、ただその自分がどうなのかっていうのを考えることが結構難しい問題であるっていうところがですね、今の僕らが社会で抱えている一つの課題なのかなという気はしますね。そのあたり岡住さん、はい、全員丸、全員正解という部分に関して、まあ、フェイブスクールとしてはというか、岡住さん的にはどうですか？多分、一昔前で言えば、人間の個々人の自由な経済活動が全体の利益につながるっていうのは、丸だったと思うんですけど、うん、やはり今、ここまで人類が環境に及ぼす影響が大きくなったっていうのは、当然想定し得ない段階でのその、定説でしかなくて、うん、やっぱり今は、そこの環境っていう部分に関して言うと、当然人間は自然の中でしか生きられない生き物っていうことを考えると、そこからはみ出るものっていうのは、罰になり得るっていうことかなっていうふうに思っています。当然、個々の意志、自由意志は丸であっても、相対としての人類の営みが、その自然の範疇を超えてしまえば、それはまあ、罰と言わずとも、おのずと人類が先に崩れていくっていうことでしかなくて、うん、そこまで私たちが賢くなれるかどうかっていうことだと思います。なので、個々がまさに賢くなれるかっていう時代だと思うんですよ。自由にやっていいよっていうことではなくて、うん、我々が賢く考えて、人類が自然の中でどういう位置づけにあるか、どれぐらい力を持っているか、その影響を考えた上で自由に行動するっていうことでしかなくて、ただ好きにやっていいっていう、そのアナーキズムではないっていうことだと思います。うん。そうね、本当どれだけ本当に学べるかというかね、うん、そういうことなんだろうなと思います。なんか僕この前、何を聞いてたのかな、なんかの、
クラブハウスだったかな、ニュースピックスだかなんか動画を見てて、初めて知ったんですけど、いわゆる今僕らが使っている、こう、インターネットにかかる、いわゆるクラウドサーバーとかにかかる、その、サーバーから出る熱が、ちょっとうろ覚えで恐縮ですけど、アメリカの一つの州の温度を何度か上げるぐらいのレベルの熱を放出してると。だから人類はどう考えたかというと、それを、海の中に沈めたんだと。つまり今から海水温が上がるってことですよね。とか、例えばテスラというのは、電気自動車を作っていて、まあ、もちろんこれサステナビリティということになるんだろうと思うけど、それを作るためにどれだけの熱が放出されているかみたいなところっていうのは、意外とグレーだっていう、なんかそういう話を聞いてて、でそういうことを知っていくと、賢くなっていって、じゃあ、自分自身にできることって何があるだろうっていうふうに、まあ次つながっていくんだけど、それ知らなければ、新しくプリウスを買ったから私はエコなんですっていう。でも、いや、プリウスそのものを作るためにどれだけ何かが破壊されてるかっていうところの議論は、賢くならないとわからないので、だから、本当ね、そこの、ここのところっていうのはね、深いテーマだなと思いますね。そうですね。この番組始まる前に岡住さんとも話をしててね、コンビニが24時間営業してて同じものがずっととどまってあるっていうのがそもそもおかしいんじゃないかっていう話もね、岡住さんされてましたし、あとね、牛肉、ね、その肉の問題とかっていうのも、ね、彼は個人的にいろいろ発信はしてたので、そのあたりちょっともう番組後半、もうエンディングに向かってますけど、岡住さんちょっとせっかくの機会なんで、はい、とある放送局で言えなかったことも含めて、ぜひ、どうぞ。いやいや、まあ、なので、我々は、まあ、賢くならないといけない、知らないといけないことも多いっていう、まさにその通りなんですけど、例えば牛肉で言うと、牛肉を一つ作る、1キログラム作るのに、1万5千リットルの水が使われているんですよ。うん。で、それって具体的に言うと、牛肉の飼料になる餌であったりとか、穀物を育てたりとか、そうしたものを使っているし、その水はもうもはや2030年にはだんだん枯渇しようとしていたりとかっていう形で、消費がまあ見えないところで負荷を引き起こしているっていうところとか、まあ何にしてもそうなんですけれども、なので、まあ環境に関する映画とか、本とかたくさんあると思うので、やっぱり経営者の方とか、我々とか、市の議員の方とかがより、学ばなければいけないことってすごくたくさんあって、それで変えていかないといけないことってすごくたくさんあるなっていう。で、環境にいいことしててもやっぱりそうした方々の声がまだ小さいし、やっぱりお金の持つ力の大きさにまだ負けているっていう部分はあるので、そこは、北尾さんとか吉田さんとかみたいな経営者の方とか、まあこれを見ている方々にも、もっと勉強してほしいなと思うし、私自身ももっと勉強しないといけないなと思うし、もうやめれることはやめたいなっていう。牛肉にしても、車乗ることにしても、生ゴミを捨てることにしても、やめないといけないかなっていうのは、すごく思っているし、なんか、まあそんなことを思っています。で、あと、滝沢さん署名の話ってしていいんでしたっけ？どうぞどうぞいいですよ。はい。今ちょっとその一環で、最初は私自身は環境問題にすごく関心があってそういう活動を始めたんですけれども、なんか、ふとしたきっかけで、食生活っていうのもやはり、まあ環境にも深いつながりがあって、地域で生産されたものを地域で食べるっていうのが、当然輸送にかかる CO2 の負荷も減らせるし、そうした循環を作っていくには、地産地消って不可欠だなって思う中で、なんか下関市で大きい給食センターができるっていう話を聞いて、で、それが公募で民設民営で選ばれるっていう話があったんですね。それで、なんだっけ、去年の12月の末にあった、市議会の、なんか、文教厚生委員会っていうのを、傍聴っていうんですかね。聞きに行った時に、なんかこういう給食に関しての内容は、市民のサービスに該当しないから、パブリックコメントの対象外ですって言って、要は市民の意見を聞く機会を設けませんっていうようなことを、市の方が答弁でおっしゃっていて、で、その内容についても、あまりこう、まあ、いわゆる市の財政っていうところがあったり、市の施設の老朽化っていうところからその計画がスタートしていて、子供たちにより良い給食を提供するだとか、
地域の野菜をより積極的に使っていくだとかっていうところに対しての配慮が全然足りていないなっていう、いわゆる視点がやはりマネーでしかないっていう、環境であったり、子供たちの未来っていう、もう少し長い目での政策っていうのが考えられてないなっていうのをすごく感じて、で、何よりもひどかったのが、その質問があった後に、続けて質問した議員が何を質問したかっていうと、修学旅行がコロナによってキャンセルになりましたが、そのキャンセル料はいくらでしたでしょうかみたいな質問を平気な顔してする議員がいて、まあなんだこいつはと思ってすごくがっかりしたんですけれども、それで何十万円です、そうですかみたいな話をして、その話と、なんかこういう話って同じレベルでしていい話ではないし、そういう、なんというかプライオリティが本当長い目で見たら高い話に対して、関心を集められていないであったり、議論が尽くされていないっていう、この下関市の議会の現状が非常に、まずいなっていうふうに思うようになって、まあ、署名活動をやはりした方がいいなっていう思うように至りました。で、まあ、この給食センターっていうのはもうできてしまうんですけれども、別にそれ自体は悪いことじゃないと思うので、あとはそのできる給食センター、民間が受託することになるんですけれども、そこの会社がしっかりとした会社であること、長い視点を持って給食を作ってくれることっていうのと、あと市がちゃんとした、監督、管理ができる状況になっているか、やったり地産地消の基準が明確になっているか、その情報公開がきちんとなされるかっていうところの基準をやっぱりしっかり持ってほしいなっていうのと、まあ市民の方がよりそうした政治に関してやっぱり関心が高まらないと行政、政治の質上がっていかないなと思ったので、そういうことを思ってちょっと子どもたちのためより良い給食を求める署名という形で、ちょっと署名活動をしたいなと思っていまして、今月から始めました。素晴らしい。ありがとうございます。それにはどうやったらアクセスして署名ができるのかまでは説明できますかね、この番組。なるほど。ですね。具体的にまだホームページとかを作ってなくて、手配りでチラシを配っている、署名用紙を配っている状況です。で、フェイブスクール、調布商店街のフェイブスクールに来ていただくか、あとは、カラトにある、海猫コーヒーさん。海の猫コーヒー。海の猫コーヒーさん。失礼しました。私とその海の猫コーヒーさんの中村さんが主催しているので、そこに行くと署名の用紙はもらえるようになっています。はい、はい、ありがとうございます、うん。親しい議員さんを紹介しますよ。そのちょうど近いんで行ってもらうようにしましょう。ぜひお願いします。うん。でも本当ね、今の問題意識ってまさにね、僕らのこの番組の中で、僕は非常に過激な表現をするので、まあ今の政治家は基本的にカスだぜみたいなところはよく話すんですけど、まさにそこは本当問題意識の欠落、まあ選挙のことしか考えていないという、ことがそこに直結するのかなというのは、そういう議論が出てくるってめちゃめちゃいいことだなと思いますね。本当に考えないといけないね。はい、本当に考えてないからね。本当に、それは本当にこっち側から変えていくっていう意識を強く持つっていうのはすごく大事なところだろうなと思いますね。そうですね。はい。時刻8時9分回っております。吉田さん、はい、この1時間ちょっと振り返っていかがだったでしょうか。いやいや、なんかね、これまさに共時性というか、まあ、シンクロニシティの、スピード感みたいなのが僕はこのコロナですごく上がってるなと、まあ、非常にスピリチュアル目線で言うと感じているところがあって、この僕1週間、まあ、ここでアウトプットさせていただくので、まあ、自分自身でインプットするじゃないですか、いろいろ。インプットするからアウトプットできるわけで。で、自分の中でこの1週間ずっと先週が空いたので、まあ2週間ですけど、考えてたテーマっていうのがまさにそこで、で、そのインターンで入ってくれた学生たちともそこの議論をまさにしていて、どこかというと、そのいわゆる今、自分たちがやっている仕事っていうのが本当にサステナブルなのかというか、っていうところをおそらく考えていかないといけない企業はこれから生き残れないと考えていかないといけない、考えられない企業っていうのはね、で、これは自然と淘汰されていくものだから、まあ、きっと時代はそっちの方に向かっていってるんだけど、自分自身がまだはっきりとそことコンタクトが、自分の中の自分とコンタクトができていなかったところをずっと考えてたので、で、それに、まつわるような動画も見たりしながら学んでたので、すごいなんかね、
考えてたことが、まさに今日話せてよかったなという感じがします。今、吉田さんがシンクロニシティの話されましたけど、私も同じような今、まさに本当、なんちゅうんだろう、共にっていうか同時進行というか、そういった出会いもそうだし、まあ、全部偶然っていう、これ本当スピリチュアルな話ですけど、多分ね、みんな同じような意識に今どんどんなってきてると思うんですよね。変わってきてますね、明らかに、ね。そうですね。うん。で、それで、まさに、それ考えてたのよとか、まさにね、今、別に全然事前にどうこうって打ち合わせたわけでもなく、まあ、こういうふうなゲストを呼んで、ね、まさに吉田さんもそういうような形で。まあこれはやっぱり一週間これ繰り返してるっていうところも一つ作用としてあると思うんですけど、これはね、社会としてね、僕はいい方向に行ってほしいなと思うし、そういう意味では非常に面白い時代に入ってるなっていう気がしますね。で、岡住さん、改めて1時間、今日ゲスト、お越しいただきましたが、どうだったですか？いかがでしたか？いえ、この機会いただいてありがとうございます。いろいろお話できてよかったと思います。で、何よりまあ、私たちがその資本主義の仕組みからいかに脱却できるかっていうところすごく難しいとは思うんですけれども、うん、一つまあ教育にしても同じなのは、どれだけ長いスパンで物事を考えられるかっていうことかなっていう思います。買い物にしてもどれだけ長い間使えるかっていうことも考えるべきだし、例えば農業とかであれば土地を代々使っていくっていうような感覚で、うん、本当に何百年の単位で自然と向き合っている方もいる中で、我々ってやはり次第に待てなくなっている、短期的な成果しか見れなくなっている中で、どれだけ長い視野を持てるかっていうところ、そしてその目をできれば、まあ歴史的な部分、そして未来につないでいけるかっていうところをより意識した社会、大人たちが増えればいいなと、私自身も思ってますし、まあそのためにまあこういった給食であったり、環境食であったり、その資本主義っていう大きな目線を持って、日々の行動を変えていけるか変えていけるかっていうところが、なんかちょっとまあ話す中でも少し具体的になったと思いますし、超えていく壁はなんかすごく多いなと思いました、ただ一方で。ただね、面白いのが、僕はずっとこう、中古品の仕事をしてるでしょう。まあリユースの仕事をやってるんですけど、このコロナ禍の中で今爆上げしてるのは、ヴィンテージなんですよ。昔作られたものがめちゃくちゃ中古相場上がってて、逆にこう最近の大量生産で作られたものの価格がもう暴落に近い状態で下がってるんですよね。だからやっぱり資本主義というものの中の自浄作用みたいなものがもう発動し始めてると思いますよ。明らかに昔からこう代々、例えばルイ・ヴィトンとかエルメスってヨーロッパの文化の中ではおばあちゃんから孫に渡すもんですからね。日本みたいに何ヶ月かに一回物を買い替えて、新作が出たら新しいのどんどん買って売ってっていうような文化は、元々の発祥のヨーロッパにはないですからね。でもそちら側に、こう、明らかに日本の消費者も寄ってきてるっていうのは間違いないですね。だからなんか本当そっち側の方向に、おそらく持続可能な社会に向けた、経済活動のあり方みたいなところに間違いなくこれから、令和時代、2020年代は向かっていくだろうから、自然と、さっき途中でお話ししてたこんな企業なくなったらいいのにっていうのは多分そのまま本当になくなっていくだろうし、で要するに世の中そっち側に向かっていってるというのはもう間違いないんじゃないかなという気はしますね。そうですね。なんていうんですかね、まさにそのいろんな議論の中でそのいろいろ考えていく部分ではあるんですけれども、確実にそういうふうな流れになっていく中で、そうだな、なんか多分一回なんかドーンとなんか弾ける部分も出てくるような、ちょっとこの前地震があったじゃないですか。で、僕ちょっとこれ考えさせられたのが、やっぱこう10年経ってもこの状況に、まあ、苛まれるというかですね。で、なんかもう一回大きなことが起きそうな気がするんですよね。だからそういった意味でもなんかみんなの意識っていうのは常になんか、シェアできるような世の中になっていく部分もあるような気がしますんで、ちょっとなんか結論としてはなかなか難しい部分です。とりあえずみんなの丸の部分であったりとか、いろんな話ができたというところで、はい。まあ、来週以降もですね、どのような形になるのかっていうところで、また引き続き岡住さん、いろんな部分でオフラインでもぜひ、いろいろとできればと思いますんで、はい、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。近くには奥様がいるということで、
奥様は、私も吉田さんも共通で知り合いでございますので、はい。恥ずかしがって出そうにないんですよね。そうですね、出そうにないです。恥ずかしがるタイプだったかな、そうなのかな。はい、はい、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。来週もですね、通常通り、もう、令和になって、定年誕生日が2月23日っていうふうに、まだちょっとね、イメージ的にどうも12月のイメージがありますが、定年誕生日の前ですね。多分連休になってる人も多いんじゃないですかね。2月22日、月曜日ということで。今週末からですね、いろいろとこちらのジョイン・デルハシさんであったりとか、いろんなところでですね、イベントであったりとか、であとこの番組に出てくださった山陰三ツ星マーケットの戸瀬翔子さんをお招きしてですね、ちょっといろいろクラフトマーケットのセミナーとかやっていきますんで、またそれを辺もですね、ジョイン・デルハシさんとか、情報発信の方で、また皆さんチェックしていただければと思います。あと、クラブハウスに関するですね、セミナーもやりますんで、吉田さん最近クラブハウスどうですか？釣りのね、コミュニティに入ってね、釣り方をね、ずっと聞いてますよ。なるほど、なるほど。うん。ぜひですね、そういったクラブハウスもこれからどんどんこの時代にマッチしていく動きになりそうなんで、はい、注目していこうと思います。いつかクラブハウスをテーマにね、なんかちょっとこの番組をちょっと取り扱ってみたいなというふうに思っておりますんで。まあ、はい、耳は究極の可処分時間の奪い合いですからね、これ20、起きてる間ずっといけるんでね。そうですね、でも音声の時代であることは間違いないでしょうね。うん、クラブハウスかどうかよくわかんないけど。そうですね。まあそういった意味でも本当すごいタイミングでやってきた SNS でもありますんで、ちょっとその辺もですね、交えながらというふうにいこうと思います。ということで、この1時間ちょっと、87分でございますが、皆さんご視聴いただきありがとうございました。そしてまた来週もよろしくお願いいたします。はい、今日のゲストはですね、フェイブスクール代表の岡住健郎さんでした。岡住さんどうもありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ありがとうございます。ございます。では、それでは皆さんまた来週、さようなら。